戦況に至るため、源の好機について突き止めねばならぬ。見つけた手がかりについて話そう。花とは？まずはこれを。これは？タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため、源の好機について調べていたのだろう。このアシナを貫く、源より流れいずる水。その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。うん、ん？どうした狼？巫女様、こちらを。その白い花、もしや落ち谷に咲いていたものか。はい、落ち谷の奥に。その場所が源の水の流れの濃い場所だったということか。よもやすでに手に入れているとはな。よくやってくれた狼よ。床桜は枯れ、残っておらぬか。はい、ですが何者かが床桜の枝を倒り持ち去ったといいます。誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。ぎょい。行くか、狼よ。頼んだぞ。は。狼殿、よくぞ参られました。ではまた。
前さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己のうちに留めておくもんじゃ。物師殿はそこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎。何を備えようともそれしか見えん。一面のアシナを焼き尽くすような炎。それはこの話はしまいじゃ。ではまた久しくらいなら貸してやろう。お前さんか、何の用だ。巫女様を、え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。少し目の影が薄くなったようじゃ。なんだと。それで何か用か。じゃが、誰かを乞うような、どこか悲しい音じゃった。おい、誰を呼んでおる。もう一度聞かせてくれ。お主わしは熊野神左衛門と申す。掘り回りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿、
この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。知らぬ。そうでござるか。忍び衆ならば、もしや心当たりがと思うたが。あの調べは誰を呼んでおったのか。ふう、なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。